はい、皆さんどうもこんにちは、アミタです。いよいよ明日、明後日、11月の2日と3日は大学生の一番大切な大会である全国学生選手権、通称インカレが開かれると。大阪のね、僕がこの前いた堺相撲、大浜相撲公園かであると。まあ土日両方あって、土曜日が個人戦、ここで優勝した人が学生横綱、そして日曜日が団体戦と。まあ団体戦優勝したら、まあその年でね、一番強い大学はそこになるという、まあ一番ね、格のある大会ですから。今日はその大会の個人戦団体戦ともにズバリ優勝予想をしたいと思います。とは言っても、僕そんなね、大学の相撲の、まあ、一人一人ね、詳しいわけじゃないんですよ。だから有名な選手、ロサンゼルスまで名前が聞こえてきてる選手しか知りません。はい、なんでその中から選びたいと思います。まずは個人戦、今年のね、学生横綱、このタイトル取る人ズバリ日体大の中村くん、1年生のね、この前国体優勝した選手。まあまあ、なんでかっていうと、まあ、国体の動画見たんですよ。もう強い、もう圧倒的に強かったですね。はい、アマチュアのね、トップ選手、社会人も含めたトップ選手をもうね、粉砕しましたね。圧倒しましたよ。これは強いなと思いましたね。その1年生っていうね、その思い切りの良さもね、出てるなと思いますね。相撲の強さもね、さることながら、1年生という、こう、ね、なんていうんですか、気軽さ、アドバンテージがあるような気がします。なので、優勝候補1番手は、中村くんと。まあ、他にももちろんいい選手いっぱいいますよ。ただ、優勝候補1番は、僕の中では中村くんにしときます。まあ、もちろん日大の生徒にも頑張ってほしいですよね。そして2日目、団体戦。まあ、今年はね、もう本当いろんなところがね、いろんな大会で優勝してますよね。僕の母校日大も前半はね、ちょっと調子出てなかったんですけど、まあ、ちょっと夏にかけてこうだんだんこう、ね、エンジンかかってきたような気がしてます。まあ日体もね、例年のごとく強いですよね。ただインカレはね、5人制なんで、はい、それを踏まえて、僕が考えるインカレの優勝ズバリ日大、希望も込めて日大に優勝してほしい。だって5人制だから。3人制だとね、ちょっと苦しいかもしれないけど、5人制だったら、あの金沢大会、7月になったカナダ大会、8月になった十和田大会と連続して優勝してますし、もう日大なんといったってね、しばらく優勝してないですから、もうそろそろ優勝したいはずですよ、みんな。はい、なので頑張りに期待してと。3人制だったら分かんない。3人制だったら日体大の方が強いかもしれないけど、5人制だったらチャンスあるんじゃないかな。はい、ってことで日大推し、はい、これはもう 100% 忖度ですよ。なんて僕日大の OB ですから、もちろん日大に優勝してほしい。まあ前回のね、昨日の動画かなで上げた近大の彼には申し訳ない。近大もね、彼は強いって言ってたから、今年の近大は強いって言ってたけど、日大 OB としては何としても日大に優勝してほしい。はい、まあ、もちろん他の大学も強いですよ。日体大も強いしね、東洋とかも強い、中央大学も強い。その中でやっぱり日大に一番になってほしい。もうこれは優勝予想でもありますが、僕の願望でもあります。頑張れ日大。ということで、久々のね、このピースが表彰式で見られるように僕も結果チェックしておくので、皆さん頑張ってください。ということで、僕のインカレ優勝予想、個人戦日体大中村選手、団体戦日本大学相撲部、はい、終わり。じゃあね。